北戦争の日立っていうですね、僕がそれまで、2年弱、福島第一原発で作業員やっていたという、まあ、その時の記録を今書いた本なんですけど、作業員やってたって1年半ぐらいだっけ？いや、もっとですね。だから、まあ、2年ぐらいだっけ、結局。20ヶ月とかですかね。20ヶ月、ま、もっとかな。いや、2年弱なんです。ああいや、なんか途中で待機の期間中とかだった。まあ細かくはそうだけど、まあとにかく長くやってたとね、それなりに自慢するぐらい長くやってたって。原発ジプシーを書いた著者よりも長いです。そうだからほらなんかね、そういうほらちょっとジャーナリスト的なさ、あの体験ね、作業員みたいな人ってほらちょっとしか行かないのに、もうあたかも知り尽くしたみたいな、みんな言いがちじゃないですか。まあ一月とかね、まあそんなもんですよね。まあでも、まあ今日の話題とは全然違いますけれども、まあせっかくなんで、あの紀ノ国屋書店さんでも扱ってる、まあキララ社さんでね、はい、出てる、まだ発売中、こういうのも出してますよという、はい、うん、だって詳しいもんね、原発のいろいろね。原発詳しいですよ。あ、放射能とかね、いつ核戦争が起きても大丈夫っていうぐらい準備万端ですよね。防護装備全部持ってますからね。ねえ、だから北朝鮮のミサイル早来いみたいなぐらいの。いや、俺をターゲットにして来いっていう。ああ、そういう感じ。風には、著書でもう書いてますね。もうそうなの。あ、こっちに書いてある。いや、これももうずっと以前からそうなるように思って。ああ、そうかそうか。はい、もうあの放射能浴び慣れた感じで。浴び慣れたってのもないけどね。まあでも、結局きっかけとしてはまあこれが出て、はい、あのちょっと僕覚えてるのはだからほらこれの、原子力戦争の犬たちの出版記念イベントみたいのが、あって、それが3月にねあって、はい、でその時になんかちょうど同じ時期にあの、姫野玉ちゃんの写真集が出てて、はい、それの第2弾をあの釣崎さんがあの玉ちゃん撮ったらいいんじゃないかみたいな提案がキララ社の中村社長からあって、うん、だから最初はなんかそのタマちゃんを責任編集にしたバーストっていう案が、まあそんなことを言い出した僕なんですけど、あの最初はタマバーストみたいな話になってて、あのタマちゃんが責任編集で、まあ実際もしかしたらその場合も僕が作ってたかもしれないけど、ノリはちょっと緩かったんだよね、本当はね。あのタマバーストの時はあの辻崎さんがタマちゃんを樹海に連れてってなんか表紙取ってとかさ、そういうことも言ってたじゃないですか。まあありましたかね。まあまあいいや。あのまあちょっといろんな話があったんですけど、まあそういうあの話で、キララ社さんとじゃあバーストやりましょうというとこまで決まって、まあでも本当はその年にそれをやるはずだったんだけど、ちょっと辻崎さんもいろんな事情があって、で1年ずれちゃったけど、まあ、去年出たっていう感じですよね。ああ、その事情ですか。ああ、まあまあその事情を深く掘り下げるつもりはないですけど、うん。バーストについて説明する必要は多分ないんですかね。あ、バーストってどういう雑誌なのかなっていう。あ、じゃあちょっと一言で説明してもらう。いや、そういうの君が得意だ。いや。いや、まああのちょっとあの今あの雑に話してますけど、まあ、とにかくあのキララ社さんと、まあ、いろんなご縁があって、だってザ・デッドもね、あの去年出て、あの下写真集も出て、やっぱ辻崎さんがやっぱキララ社さんといろいろと深いご縁があった感じ、ね、そもそもはキララ社とはですね、うん、あの早田英史さんっていうですね、コロンビアで、まあ、エメラルド王となってしまった、向こうのこうエメラルドマフィアとか麻薬マフィアとかですね、ああいうものと、まあ、渡り合って、まあ、要は男の中の男、頂点に達するような、まあ、そういう人がいるんですけど、その人をフィーチャーした、まあまず、まあ映画があってですね、エメラルドカウボーイっていう、まあ、それのですね、まあ映画に合わせて本人の、まあ、著書をですね、東京キララ社が出版するっていう時に、まあ、僕はコロンビアにも詳しいので、まあ、その本でちょっとお手伝いしたっていうのがまず最初ですね、キララ社としては。これもだからいつですか、もうだいぶ前になりますけどね。10年前ぐらいですね。10年ですね。まあまあだから付き合いは
釣り崎さんの方が平下さんとの付き合いは長くて、そうですね、ちょっと間は空いてますけども、その後だから原子力戦争に立ちに至るまでに、まあ、原発の本を書きたいっていうふうに、まあ、結構メジャーの方からどん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 こう営業してったんですけど、どこもダメだっていう話になって、最終的に平下で拾ってもらったという。だってさ、これもたまたまだけど、あの釣り崎さんとさ、あとほら、あの中島晴也とさ、あの美学校っていう、その根本さんが学あの先生もやってる、ね、アートの学校があって、そこでほら辻さんとかそのトークイベントやる日に中村社長がいきなり現れて、原子力戦争の犬たち出版しますみたいな、あ、そうですね、出版決定の現場に僕も居合わせたみたいな、そうですね、あまりにもそういういろんなご縁があって、で、まあ、あの去年1号目がだって出て、まあ、今回無事に2号目が出たっていう感じで、そうですね、辻さん的にはどうなんですか、まあ、1号目、まあ、今回も2号目できましたけど、これはバーストですかみたいなね、どうですか、その感想としては。まあ、これがバーストなのかどうなのかっていうことよりも、だから、まあ違ったバーストにしなければいけないっていうのは至上命題ですから、うん、まあ、これからだとは思いますけど、1号目より2号目の方が全然いいですね。ありがとうございます。まあ、その元祖バーストの編集長だったピスケンがですね、うん、まあ、この表紙だったらあの OK みたいなこと言ってましたからね、まあ、1号目のタマちゃんの表紙があの悪いっていうわけではないんでしょうけどね、あ、うん、まあ、あの手探りの中で1号目はあの、うん、やってたので、うん、どこまでやっていいのかとか、まあ、その予算的な部分とかね、まあ、手探りの中でどうにか出したという1号目の、まあ、結果を踏まえて、まあ、作ったという感じがやっぱりするし、まあ、内容的にも、あれですね、その90年代サブカルというのを、まあ、こうフィーチャーしているだけあって、あの時の時代の雰囲気がとかっていうのも全然出てると思いますからね、はい。まあ、あとほら、このキララ社でバーストをやるように、まあ、なったことでちょっと大きなポイントって言えば、僕はあの根本隆さんが、まあ、もともとやっぱりキララ社の特殊顧問を務めていたりもして、そうですね、はい、だやっぱりあのバースト本誌の時も一応根本さんは連載で入ってくれてはいたんですけど、なんかちょっとね、対談コーナーの挿絵的にコラージュを入れてもらったりとか、相川武志君のね、ページの連載小説の、イラストとかね、挿絵を、うん、だから結構そんなに前に出てくる感じではなくて、なんかまあでも実験的には多分やはり、そういう権威に頼らず自分たちの力でっていうか、まあ、その僕を含め前田君もそうですけど、そういう現役今あれですけど、根本さんは今でも現役だっていうのもあれですけども、ああ、そういう、まあ、旧世代っていうわけでもないですけどね、まあ、まあ、80年代から、うん、そうです、出版業界でね、活躍して、彼らとは根本さん的なものとはこうまた寛骨だったりした、文化としての、うん、こう90年代っていうものを、まあ、そういう、 こう編集方針の中でも、うん、まあ、実践したんじゃないかなっていう感じがしますよね、うん、まあほら根本さんってほら三浦淳さんとかね、うん、みんなそうです、ほらガロから出てきた人で、まだ90年代ってね、まだガロがあった時代で、まあその90年代の終わりぐらいにちょっとね、いろいろガロがまた変わっちゃいますけど、だからそういう意味ではあと今回さ、やっぱ90年代サブカルを、まあ、みんなでちょっと検証してすごい思うのは、やっぱちょうどバーストが創刊してちょうどバーストの初期にあたる時期、まあ、当然そのパンクとかハードコアパンクみたいなそういう記事も、まあ、病山の記事とかも多かって、そこでついてきてた人たちもいるけど、まあ、ちょうどその時期に90年代サブカルブームがあって、その波にも結構乗っかってた部分があって、 そうですね、でそこでやっぱ釣り崎さんがまあ、本誌のバーストの時ですけど合流してくれたのはすごく大きかったなっていうのは改めて思いますけどね。そうですね、まあなんか当時はまあね、すでに何ていうかそのコアマガジンのとかキラキラとかの、まあ関係の、まあ
エロ本ですね、あの辺でこう、まあ、収穫をしたり、なんといっても自分は、あのかつてだから白夜処方でビリーっていうですね、あのエログロ雑誌の、まあ、金字塔みたいなものを作った、80年代にですね、あの小林小太郎っていう、まあ、編集長がいて、それが80年代に、まあ、それが発禁になって、その10年後にですね、まあ、90年代の、ビリーを目指すんだっていうこう志で、トゥーネガティブっていうですね、まあ、あのやはり、まあ、エログロ雑誌を作ったんですけど、まあ、それが、自分は死体写真家デビューなんですよね、うん、まあ、そこら辺もね、あの中のちょっとその特集コーナーのところでもちょっとおさらいして、うん、まあ、まあ、ですけど、まあ、先ほどの話でその根本さんをこう、最小限に抑えてっていうようなこと、うん、とまあ、つながるような気がするんですけど、まあ、小林さん自体もそのトゥーネガティブでやるときに、あのビリーと同じことをやっててもしょうがないって、うん、で90年代のビリーを目指すっていうことでトゥーネガティブを作ったんですけど、その中で分かりやすい例で言うと、死体写真は80年代はありものの、まあ、報道写真とか、まあ、医療写真とか、まあ、警察写真ですね、そういうものをで、まあ、やってたのに、90年代はそれをまあ観光地だったりして、撮り下ろしで一人のアーティストが、死体写真を撮るっていう、まあそういうこう、まあ、まあ、自分とそういう小林さんとの間で、まあ、合意っていうか、まあ、それはいいっていうことで意気投合して、まあ、自分死体写真家としての鶴崎が誕生したという経緯があるんですけどもね。で、まあ、何の話でしたっけ。いや、でそれの受け皿として、うん、まああのまあ、オリジナルバーストの方に、バーストはだからそうなんですよね、あの頃はあの時代が目まぐるしく変化していたっていうことがあるので、あのバーストっていうのは95年に、まあ、創刊ですよね、まあ、11月ぐらいですね、11月、まあ、ギリギリ95年ですけどもね、うんうん、あの95年っていうのは本当に、この本誌の中でも書かれていますけど、特別な年でして、まあ、分かると思う、こう目まぐるしい時代の変化の中で、あの後発雑誌としてのバーストっていう意識がやっぱね、自分はこうあるんだけど、あでも95年に引っかかってんだっていうことを改めてこう、まあ、最近はこう深く認識するっていうことなんですけども、ね、まあ、あとちょっと、まあ、今回のね、このジェネレーションの2号目を、まあ後で皆さんにももうよく読んでもらってと思うんですけど、まあ、ポイントとしては要するにバーストってあの鬼畜雑誌なのっていうその話っていうのもあるじゃないですか。で確かにその、当時の90年代サブカルの、まあ、鬼畜悪趣味、まあ、世紀末というそういう流れに、まあ、乗っかっていくわけですけど、あのバーストが鬼畜雑誌たるゆえんを全部背負ってるのが辻崎さんじゃないですか、ある意味で。自分はだから鬼畜系の、そうです、あの別にそれ否定もしないし、まあ、誇りに思っていますからね、うん、だからそういう人は周りに出して誰もいないことは確かですよね、うん、まあ、であとほら辻崎さんって結構ほらバーストの表紙も何回もやってたり、自分本人がね、本人がね、だからミスターバーストみたいなあの立ち位置じゃないですか。そうそう、オリジナルバーストの時代は特になんかイベントとかで俺は顔出すと、うん、ピスケンですか、あそうそうそうでみんなていうかさ、普通編集長がさ雑誌の表紙やるわけないのに、やるわけないんだけど、やるわけないのにバーストのイメージと俺の当時はもっと怖かったんですけどこう怖もてのイメージが結びついて、うん、ピスケンはこういう人だろうと勝手にこう、うん、だからみんなが考えるミスターバーストを体現してたんでね、水石さんがね、まあ、ピスケンもね、まあ、そういうところをなんか、まあ、うん、逆に目論んでいたところが楽しんでいたところもあったようですしね、うん、まあ、あとさあのこれもちょっとなんか今回振り返ってすごくはっきりすることだけど、一般にそのほらあの95年とか96年、まあ、クイックジャパンとかあの、まあ、トゥーネガティブもそうだけど、みんなほら半径がちょっとちっちゃかったわけじゃないですか。そうですね、危ない一応、うん、だからその中にあって、ね、まあ、バーストってちょっと、まあ、ジェネレーションもこのサイズにしたのは、まあ、あのやっぱ本誌を、継承する意味ではやっぱりこの半径じゃないとダメだっていう半径がこうイメージするところでいうと、まあ、
なんていうか、そのサブカルの棚にこういう雑誌サイズだと入りにくいっていうこともあるんだけど、あの他のそのサブカル雑誌、サブカル本っていうのは、小さい半径でも、まあ、なぜ成立するかというと、まあ、読み物としての姿勢がものすごく大きくて、うん、でそれに、まあ対応しておくバーストっていうのは、あの、まあ、ご存知の通りですね、まあ、ビジュアル、まあ、そのものすごいグラフィックな、ビジュアルを、まあ、提供することによって、まあ、成立したというか、それはもう白夜書房グループの、まあ、なんか社是というか、まあ、あのなんかね、小難しいことをね、文章で語るよりも、もう強いこと言わずに、こう、もう写真、そうですね、画像で見せる、写真で見せるっていう、まあなんかそういう、まあ、良き白夜イズムみたいなものを踏襲した場合に、やはり大きなサイズで見せるという、こういうふうにならざるを得なかったというね。うん、まあ、その写真時代から連なる、その、そうなんですね。うん、白夜書房のまさに血統を受け継いだ。まあ、ビリーもね、ほら、あの80年代のビリーは半径がでかかったわけだから、はいね、やっぱりこの半径であの写真で見せるっていう、そのすげえ写真は大きくしてみたいっていう、ね、うんうんうん、あとさ、今回さ、その90年代サブカルをちょっと振り返るときに、ほらロマン有効が入ってくれたので、あの、まあ、彼ほら僕らよりちょっと世代が下で、うん、ある意味では読者として、うん、あのオリジナルのバーストとか、あと90年代サブカルを体験した、まあ、あのライターが、あのもうちょっとほら僕らがやってきたことをちょっと客観的に見てくれて、そこら辺ってあの今回の特集を作るときに僕も非常に助けになった。非常に客観的に見ているので、うん、あのまあ、俺フェアと、まあ、フェアにこう本人は心がけて、あの、まあ、やってるのは本当にもうリスペクトするところですね。あの、まあ、当事者本人にはやっぱり気づけないところとかやっぱありますからね。なんかね、そこでちょっと僕もう一回ここにほらここでちょっと追跡さんに突っ込んで聞いておきたいのはさ、なんか俺面白かったのは、あのロマンさんも一緒に対談やった時にさ、追跡さんはあの危ない1号とかでも、あの記事やってたし、まあ、僕も、あの出たりしてるんですけど、あのほら青山さんとか、紫さんをあの、辻崎さんは仲間だと思ってたんですか？僕は仲間だと思ってますし、まあ、美化しておりますね。いや、まあ、僕も仲間なんですけど、ただほら、うん、ロマンさんが結構そこら辺しっかり分析してくれてるけど、そうそうそう、要するに、青山さんとか紫さんがやってる鬼畜系っていうのはどっかでその、そういう鬼畜的な人を、まあ、少し笑うっていうか、からかうっていうか、そういう部分もちょっと含んでるみたいな話ってあるじゃないですか。うん、まあその意見には僕は反対しますね。ただあの彼がもう一つ言ってたのは、あの要は、ま、真面目に不真面目をやってるんだとね、あの青山さんなり村崎さんっていうのは、でバーストっていうのはもう終始一貫して真面目でハードコアであると、不真面目なところが一つもないというところで、なんかね、バーストを鬼畜系と切り離したがるんですよ。まあ、そうそうそう、それはあったよね。うん、バーストは鬼畜じゃないというふうにみんな言ってて、まあ、それはそれで、なんていうかな、成立するというか、まあなんか、うん、僕には綺麗事に聞こえますけどね、やはりえげつない雑誌だったと僕は思っているし、うんうん、でもいわゆる、カッコつきの鬼畜系の雑誌群の中では異色だったことは確かですね。っていうか、当時仲間に入れてもらえなかったですよね、あの辺の雑誌の文化圏に。なんかやっぱり偏差値が低いように思われてて。そう、なんかさ、それはなんか微妙な話だよね。でさ、あの正直僕もそのロマンさんのあの90年代サブカルの呪いを読んで、改めて、あ、そうだったんだと思ったのは、結局さ、青山さんとか紫さんとか、うん、あのやっぱあの人たちは実はすごいインテリでさ、はい、でその鬼畜ブームっていうのをまさにこう起こしたわけじゃないですか。そうですね。でもその鬼畜ブームに乗っかって、こうその読者、それこそ勘違いしちゃった読者がいっぱいいて、うん、でなんか途中から、例えば特に紫さんとか本当はいい人だったみたいな話があって、あの勘違いしたその鬼畜系の読者を逆にちょっとその正しい方向に導かなきゃいけないみたいなさ、
そういう部分があったりとか、あと青山さんとかもさ、危ない事故ほら、創刊号出した後にほら、の前から逮捕されちゃったのはちょっと逮捕されたりとか、いろいろあって、結局危ない1号って4号まで出てるけど、途中で青山さん自身はどんどんフェードアウトしちゃって、まあまあ変な言い方ですけど、鬼畜疲れしちゃったみたいなね、うん、うん、だから青山さんも3号目はメインの編集長やってませんからね。そうそうそう、吉永さんがやってて、吉永さんだから結局鬼畜ブームを仕掛けて、それですごい世の中がもっと鬼畜なものをって求めた部分がもしあったとしたら、青山さんとかもね、真面目に不真面目をやってたんだけど、ちょっと不真面目にしちゃったのかなみたいなね、まあ、うん、どうかな、うん、甘く見てたわけじゃないんでしょうけどね、ああ、うん、まあなんていうか、いろんな意味で、うん、その木さんを誤ったところはあるのかもしれないですよね。もともとなんていうか、まあ、ナイーブな面を持ってる人なので、うん、でだからこそ、まあ、鬼畜にもこう繊細な意味でこうアプローチをして、まあ、なんていうか、まあ、それをですね、歯に衣着せないというか、何のこうエクスキューズもない、こう身も蓋もない、煽り文句でこう、ね、君らは死体写真を見てはしゃぎたいだけだろうっていうふうな折り文句が、まあ、あれは僕の解釈では、まあ、一つの表現に対するアジテーションだと思いますし、うん、政治的に解釈することはできると思うんですよ。まあ、そういう意味合いも青野さん的になくはなかったと思うし、というか、まあ、意識的にそういう部分をやってると。で、まあまあ、世の中の、まあ、底辺にいる人を、バカにする反面、自分は天皇も差別すると。ね、まあそういうのがものすごいこうフェアネスも相対化みたいなことも言ってますしね、うん、まあ青山さん自身ね、その「危ない1号」の創刊号 の、 前書きで、ね「妄想にタブーなし」って言って、そのタブーのない妄想をどんどんね広げていって、まあ、それが一つの鬼畜ブームになったわけだけど、まあそのさっき言ったみたいに改めて実はそう、青山さんも紫さんもちょっと鬼畜疲れみたいなのがあったのかっていうのを改めてちょっと感じて、いや、それはね、携わった人たちは僕らたち疲れますよ。いや だけどさ、それで言えば僕らが今回こういう形でさ、バースト復刊できたのは意外と読者に追いつかれないぐらいのスピードでは走り抜けてきてる、今もね走り抜けてきてるのかな。読者の方が追い抜いちゃうっていうパターンありますよね。そうそう、だから鬼畜がね、だから妄想もさ、うん、その妄想って無限大だって思うかもしれないけど、そうでもなんかやっぱり妄想の限界っていうのもあって、うん、で妄想って所詮妄想だから現実と違うじゃないですか、うん、そうです。だからそんなことはありえないことばっかり思っていっちゃうと、もうどんどんね、まあ、電波系の極みっていうか、なんかまあ要するに頭のおかしい状態になっていっちゃうわけじゃないですか。気を病んでしまいます、ね、うん、でそういうので言うと、やっぱバーストがそのいわゆる鬼畜系と違うのってやっぱり現場主義だったり実践主義だったり。そうなんですよね。なんか、まあ追跡さんなんかもそうだけど、僕らってやっぱりとりあえずもうその世界のその最先端の現場にとにかく行くみたいなね、うん、そういう感じじゃないですか。そうですね、だから妄想じゃなくてもう目の前でともするとその日本の中でどんなに妄想しても思いつかないような現実のただ中に行くっていうのが一つのそのモチベーションなわけだったじゃないですか。だから疲れるのはいろいろ忙しいから疲れるけど、そのもう現実との向き合いで作ってるから、疲れたなんて言ってる場合じゃないみたいな、ね、とにかく、ほらカメラを止めるじゃない、ないけど、とにかくシャッターを切るみたいな、とにかく現場に急行せよみたいな感じですよね。まあそうですね、現場に行かないと写真は撮れないんでね、うんうん、そういう意味ではそのビジュアルを重視した雑誌であるということは、まあそういう意味では本当にまあ、リアリズムを直視しているし、なんていうのかな、その想像力とか妄想とか、
の限界も突破することができるという意味ではね、有効な手段だったんでしょうね、うん、まあ、だから生き残ったというところもあるかもしれないですね、うん、まあ、だからそういう意味ではだから今回の2号目を作るにあたってのその一連の90年代サブカル研究みたいなのは、まあ、僕個人としてはやっぱりそのやっぱりカルチャーは現場からしか生まれないっていうか、そのやっぱり 現場こそがあの人間に新しい着想をあの生み出す原動力になるじゃないかっていう、妄想の現場っていうのは、まあ、あるような気も しないでもないですけどね、うん、でも限界がありますよね。そうなんですよ、だから妄想だけで限りなくそのいけるのかってことですよね、うん、それがその例えばある種の発電ジェネレーターみたいなので言えば妄想だけで電気を作り続けられるのかって言えばさ、まあ、だからやっぱりだからその外から放射能浴びたりとかこういろいろこうないと電力って出てこないわけじゃないですか、まあ、これは内燃的なだけだったらやっぱり限界があるっていうかね、薬物の力を借りてもね、まあ、限界がありますよね。です、まあ、ほら僕界隈にもね何回も壊れてる、まあ、俺の話じゃないですよ。いやあのそのまあいいじゃないですか、釣崎さんはとにかくスピードを求めて、まあ、あの頃は早い方に、あの頃は合法だったものもたくさんあるのでね、早い方にいたからいいわけだし、まあ、あの僕ら仲間内でもね、あの某石間さんとかみたいにね、頭も壊れちゃったりもしながらも前進してる人もいるじゃないですか。だから、まあ、その妄想の限界っていうのも、まあ、あるとして、まあでもこのバーストっていう雑誌があの90年代の頃からそして今も貫いてるものっていうのがさらにちょっとまた明確になったのは良かったのかなと思うんですよね、うん、まあ本当にあの無理やりにでも出せて良かったなっていうふうに無理やりで2号目だもんで、これなんかすごい今売れてるっていう話 で、あのまあ、ちょっと、去年出して今2号目なんで、まあ、3号目は来年になっちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ、この勢いでちょっと3号目もいけるんじゃないかなっていう。でもかつてあの、まあ、発禁同然で、まあその、バースト範囲に関してはあれはもうあれじゃないですか、発禁処分に近いあの扱いで終わっていったんですよね。で本誌の方もまあなんていうか悪名高い名前をこうとどろかしていたし、あの そういう、 こう影響って今ないんですかね、っていうか逆に我々があの、まあ、あのかつて発禁になったバーストが復活するっていう言い方で、うん、まあ、あのそれを売り文句にできないものかっていう発禁でもね、あのバーストハイが出せなくなった理由ってさ、ええ、あのノリピーとかもそうだけど芸能人だとかまあ、今も逮捕者って言いますけど、あの当時結構そういう薬物で逮捕された人の家から軒並みバーストハイが出てきちゃうんであのそれまずかったんですよね特にあの、自衛隊の潜水艦に乗ってる自衛隊員がさ、うん、マリファナ育ててた話とか、うん、 あとあの相撲界でもほらマリファナ育てたりとか、ああ、外人ですよね、ああいう人たちのお家からあのほら栽培マニュアルみたいな感じで、バーストハイが軒並み出てきちゃうから、それやっぱそのバーストハイなんですよ、あの本誌がだから要するにグロテスク表現がダメとかそういうことじゃなくて、あのほら育て方をあまりにも詳しく書きすぎちゃってたんで、うん、そう、まあ挑発してってことがあれですよね、だから都庁がとかが、そうそう、目をつけられてね、そうだから例えばお家で、2株育てれば2週間にだいたい 60g 収穫して、でそのぐらいだったらあの押し入れで育ててもバレませんよとか、そういうふうにこう書いてあるわけじゃないですか。だからそれを書かれた通りにやってた人たちが実際にもいて、っていうことですよね、うん、だから2株にしとけば個人仕様で大丈夫だったんだけど、うん、つい欲を出してね、あのいっぱい育てて ねなんかその友達にあげたりとかし始めちゃったからいけなかったんだね、まあだからそういうバーストだよっていうことが、うん、今もう忘れられてると思うんですよ。で、うん、まあ、ここに来てらっしゃる方々はね、うんうん、バーストのことをよくご存知だと思うんですけれども、ね、
あの伝説の白金雑誌バーストついに復刊みたいな、うん、なんか言い方で、うん、まあ売ることは考えてないのかっていう。あ、僕に言われてるので、ね、いやだから白金、まあ、というか金田賞もそうですけど、いやでも白金を強調する必要はないんですよ。でも今日紀ノ国屋書店さんね、イベントやってることを完全に忘れてましたね。どっちかっていうとこんなに真っ当な雑誌はないんですよ。っていうのは真っ当っていうと変だって言うかもしれないけど、だってさ、もう今世界的にはですよ、もうあのマリファナ合法化っていうのがもう普通に国家政策レベルで議論されてるじゃないですか、はい、なんかもうほらハワイとかグアムとかももう解禁になるみたいな話で、あのそれって結局ほらあのカナダとかをもうあの合法化してますけど、アメリカがマリファナを合法化するかどうかっていうのが、もうそれが来年ぐらいに来るかもしれないっていう感じ。あ、全体がですか。あ、そう、アメリカがね、うん、アメリカが、てかもう州単位では今は半分以上の州で、ね、そうそうそう、合法といいますかね、そうやっても構わないっていう、うん、だからそれから言えば本当だったらアメリカがあの合法化したらさ、日本だってほらあの合法化しないとみたいなね、うん、話で、ちょっとねあのこれ少し笑い話だけど、ほらバーストハイ作ってた時に、まあ、さっき言ったような話で警察からいろいろね、あの直で編集部に電話かかってくるみたいな話があって、うん、ありましたね、で、まあ、ちょっとそういうのに僕もあの対応したことあるんだけど、でもあの時さ、バーストハイがなぜあんなあの出せたかっていうとさ、ハイタイムズっていうアメリカのマリファナ専門誌があって、それと提携してたからあれができてて、前田君がそのそうそう、ね、提携をあの、うん、契約をやったのが僕なんですけど、あのそれであの日本の警察に怒られるたびに、いやこれはアメリカのマリファナ雑誌の日本語版でアメリカの出版社に命令されて僕らは作ってるだけですって言ったら、あ、そうか、アメリカの命令か、まあしょうがないなみたいな、そういう感じであのやってたわけですよ。だからそのハッキンって強調するよりもさ、僕らはあのやっぱり世界のカルチャーの現場、まあ瀬崎さんはもっとその死体の現場に行ってるわけですけど、そのやっぱり世界のリアリティとそのあの日本のそのシーンをほら接続してるわけじゃないですか。だからやっぱりそのバーストを見れば世界がわかるみたいなさ。わからないと思いますよ。いやでもそれはあの世界全部がわかるって言ってるんではなくて、普通に暮らしていたら日本でね、あのちょっとお目にかかれないその世界のある現実の断片と出会える部分があるわけじゃないですか。例えばあの今回あの僕の方はあともう一つの大特集で世界の改造人間大図鑑っていうのをやってますけど、ここに出てくる改造人間の人たちって、まあ日本に行ったら普通はこう、まあ日本でもね改造してる人結構いますけど、でもまあいわゆるコンセプトトランスフォーメーションと言われるようなもう全身改造しちゃって、この人人間だかなんだかわからないみたいな人がもう世界で今すごい増えてて、まあ、特に中南米とかもうすごい改造が盛んなわけですよ。もうなんかもう行くたんびにもう普通の人がここまでやるのっていうぐらいのもうタトゥーの入れ方とかして、ね、てかさ顔面タトゥーがさ全然 OK になっちゃってるから、顔面タトゥーの公務員とかいますからね。だからわけわかんないよね。あの、うん、お面かぶって暮らしてるようなもんだもんね。そうあのいやすごいこうあのかっこよく仕上げてる人もいるけど、なんかすごいなんかね、あのあれこれタトゥー顔入れちゃってなんかちょっと小汚くなっちゃってる人とかもいるじゃないですか。うん、まあでもそれはそれで面白いんだけど、まあ本当にねそういう感じになってるわけですよ。例えば、まあ、これもちょっとあの他でもよく話してる話だけど、まあほらタトゥーの問題ってあるじゃないですか。日本ってまだほらタトゥーの偏見が根強くて、はい、で世界は今本当にタトゥーがメジャーカルチャーになってて、まあ、例えば日本は、日本のタトゥー人口って何パーセントかっていうと 2% なんですよ。でも世界はあの2004年ぐらいの段階でアメリカがタトゥー人口4割越したって言ってわーってちょっとニュースになってたんですけど、今実は世界中のタトゥー人口でだいたい4割なんですよ。でここで言うタトゥーは当然あの、
本当にすごいちっちゃいタトゥーを1個してるような人も含めてのタトゥー人口っていう意味で、その4割が全身顔もタトゥー入ってるって意味ではないですけど、ただ本当に4割の人たちがタトゥーをしている世界のねっていう状況っていうのは、もうタトゥーが本当にメジャーカルチャーの一つになってて、その上で今言ったみたいにね、中南米の方は顔までタトゥーしちゃうのが本当に普通になっちゃってるっていうのがすごいですよね。まあそうですね、うん、でも我々そのなんていうかバストで頑張ったのに 2% までしかね、うん、我々の前に入れてるやつだらけですけどね、うん、まあなのに 2% っていうのは逆に驚きというか、まあなんかかつてバストは売れてたって言っても、うん、まあその程度かみたいなねところは、だってバースト以外にもタトゥー雑誌ありましたからね。まあ一番多かった時期で9紙ぐらい出てましたからね、うん、まあそれはね女の子の間で日本でですけどタトゥーが流行って、そのファッションとしてタトゥーがまあ特に女の子向けタトゥー雑誌みたいなのがね、そうそう、あの他社からも結構出てた時期があったんですよ、ね、うん、それはね0年代の前半ぐらいなんですけど、うん、まあほら、まあでも本誌も2005年に終わっちゃったりもしてて、まあちょっとやっぱりその日本におけるタトゥーブームのピークっていうのもやっぱゼロ年代にあって、まあその後ちょっとやっぱりあれになっちゃいますよね。少し特にほら震災以降ですよね。震災は2011年ですけど、うん、あのやっぱちょっと日本のなんかいわゆるいろんなものが少し保守化する中で、あのずっと拡大していった日本におけるタトゥーブームがまあ少しだんだんちょっとあのおとなしくなっちゃったところがありますよね。まあ、ブームが去るとなくなるのかっていう、ね、そのまま定着すればいいものを、なんか定着した感があったんですけどね、うん、そうでもなかったってことですか。それとも、うん、かつて 1% 未満だったものが 2% になったからあの大成功だということなのか。で、まあ、データを知らないんでね。あ、ただね、ほら今言ったみたいにその海外の国でタトゥー人口が4割いるって言っても、うん、本当に小さいタトゥーの人が多いんで、うん、日本って 2% だけどすげえ全身入ってる人がいっぱいいたりするから、タトゥー総面積では日本も負けてないっていう話はあるんですけど面積、ね、全部つなげれば、ね、全部つなげれば結構な人数じゃなくて面積、1人当たりの面積が広いんで、そう、クルブと全部入れ墨みたいな人結構いるんで、まあだからそういう意味では頑張ってはいるんだけど、いかんせんやっぱりあるんですよ、あのなんかなんていうんですかね、要するにさ、じゃあもうちょっと日本のカルチャーの状況で言うとさ、僕らが90年代とか0年代とかこうオリジナルバースを作ってた時って、世代が交代したらさ価値観が大きく変わるんじゃないかっていうさ、まあそういうことって時代はそういうふうに常にこう世代交代があったけど、実はさその90年代0年代以降のまあ日本だけじゃなくて世界的にですけど、ほらジジイがみんな長生きするようになっちゃって、その世代交代がさ価値観のこう変換がなんかなされないっていうかさ、でどっちかっていうと特にその震災以降なんかちょっと逆戻りして、なんか昭和は良かったとかさ、なんかそういうその例えば80年代とかバブル期とか日本の経済が良かったところをなんか懐かしむみたいな、でもそんなもんじゃないですか、傾向が結構強くなって、経済的に停滞するとやはり文化もしぼむのは当然だと思うし、だからそれは、価値観の転換が、うまくいかない、まあ、最大の理由だと思いますよね。だから震災がどうも、まあ、それもある、まあ、それもそれでまあ経済がまた沈滞したということもありますからね。うん、で、まあ、ジジイが知らないからって言って、まあね、昔から長寿大国なんでね、我が国は。ただ、うん、90年代の、いわゆる、ね、日本では鬼畜系って言われて、まあ世界的なそのモンドカルチャーとかのね、ブームっていうのは、まあ、過去のですね、なんていうか、すでに90年代の時点では、ある意味での規制を受けるような表現がかつてあったっていうね、20年30年前の、例えば僕の分野で言うと、まあゴアムービーとかですね、
まあ、スプラッターホラーとかですね、まあ、それはまあ今でも続いてますけど、まあ、死体の表現もそうです、まあ、ドキュメンタリー映画の中で死体が溢れていた時代が、まあ、あって、でそれが、まあ、ショックメンタリーとかって言われる、それは90年代に消滅、ほぼ全滅の状態になった時に、それを、まあ、ディレクターとかそれをまたひっくり、その90年代に再評価をして、でまあ それを、まあ、そのままこう、まあ、ね、受容するとかいうわけではなく、あ、そうですよ、だから、クエンティン・タランティーノなんてのはね、それの最たる例じゃないですか。まあまあ日本のね、そういうグロテスクなものっていうか、もうモンド的なものを全部、モンド的なものを集めて、まあ、再構築するみたいな、まあ、我々のやったことに関しても最大の やはり重要な点というのは、まあ、80年代とか過去のものをも材料として持ってきてオマージュにもするんだけれど、その90年代的に完全に何度も言ってますけれども、韓国を脱退させたというなんかね、僕はプライドを持ってるんですよね、うん、そうです、まあ、ちょっと僕の言葉でもうちょっとまとめると、結局90年代って、まあ、日本の経済が良かったのは80年代だけど、90年代も経済はまだ良くて、で実際そのバースを創刊した時期とか、その90年代サブカルって言われる時期って、実は日本のカルチャーって世界的に見てもすごく元気があって、例えばさ、いろんな事例があるけどさ、ほら、サイバーパンクの古典と言われるさ、ウィリアム・ギブスンのニューロマンサーの、まあ、あれなんか本当に世界にね、すごい有名な名著ですけど、その舞台が千葉シティでとかね、で、まあ、分かりやすくは例えばその、アニメのアキラとかさ、あれとかもそのネオ東京のイメージが ある種そのなんか、サイバーパンクだから、90年代って何かその西洋人とかが特に考えるそのサイバーパンクの未来を先取りした国みたいなさ、あとポストモダンの先端を走る国みたいなさ、うん、だから90年代あと0年代だから、要するにオリジナルバーストの時代っていうのは確かに日本のカルチャーはすごく元気があったし、でこれもちょっと一つの自慢でもあるけど、全盛期にはさ、ニューヨークのタワーレコードのショーウィンドウに、まあ、僕らが作ったバースが並んでアメリカで売ってる、だからアメリカでの連中がもう世界で一番かっこいいカルチャー、かっこいい雑誌ないんだって言った時に、まあ、その中にバーストもこうその中の一つに割り込むぐらい、その日本のカルチャーは勢いがあったし、まあ、注目もされてね、日本でしか、まあ、出してないんだけれども、やっぱこういうものを掘り起こして、うん、まあ、どんなもんだっていう感じで世界的に勝手に営業してもらってるっていうね、うん、まあそれはさ、僕の専門のジャンルの身体改造でもさ、うん、言えば、まあさっき言ったけどね、タトゥー人口は 2% 止まりはあるけどさ、でも例えば0年代の前半に海外の身体改造アーティストがどんどん来日して、まあ、特にバーストを発信源として日本でね、身体改造カルチャーがすごい盛り上がったのを、例えば金原ひとみがさ、ヘビにピアスっていう小説にして、それがほら芥川賞を取っちゃって、まあ、それこそ新聞の一面で紹介されるような事件だったし、あの時初めて僕のばあちゃんが、ばあちゃんがですよ、僕がやってる仕事が分かって、あ、スプリットタンっていうのがあるんだみたいなねそういうぐらいの、まあ、新聞の一面で、朝日新聞の一面でこう説明、スプリットタンっていう舌を裂く身体改造があってみたいな説明されててみたいな、うん、そのぐらい、それは世界からすればびっくりなんですよ。もうだって90年代のそのインターネットが出てきた頃ぐらいに始まったカルチャーが日本ではあっという間にある種受け入れられて、そういう小説にまでなってみたいな、それが賞を取っちゃったみたいなのもあって、だからそういう意味ではその勢い、日本のね、カルチャーは勢いがあった。ただそれをこう継続して、あるいはそこからもっと展開させてとかね、そういう部分ではちょっと海外のと違いますよね。だから それからですよ。だからまあ 3.11 周辺ぐらいから、そのね、失われた何十年っていう
話になって、うんうん、まあ、なんか やはり大きなファクターとしては経済の停滞っていうのがあるんでしょうけど、なかなかね本当にあの文化的にこう衰退してってるのをね、あのこう見るにつけ本当に残念なところがありますね。まあでもさ、あの辻さんほら世界見てきてくれば分かると思うけど、うん、なんかほらさっきの中南米もそうだけど、結構さあの経済が良くない国なんて普通じゃないですか、世界的に。でもさ、なんか結構やっぱり若い連中とか、まあ、若くない連中でもそうですけど、まあ、カルチャーの担い手的な人たちでなんかお金がなくてもさ、なんかいろいろあの DIY 的にやってさ、結構元気にこういろいろ好き勝手にやってっちゃうみたいなところってあるじゃないですか。だからそこら辺ってなんかそのなんかちょっと日本はあのこう勝手に弾けないっていうかね、そこら辺を、まあ、偏見だと思いますよ。中南米は今景気がいいですからね。でブラジルは今起こしてますけど、コロンビアとかメキシコはやっぱり右肩上がりで上がってますから、うん、まああとでもほらヨーロッパとかさ、うん、ああいう方もまあドイツはいいとしてもさ、うん、あの経済あまり良くない国とかもいっぱいあるじゃないですか、そうですね、うん、でもだからといって別に若者が元気ないわけでもないし、まあ日本の若者って元気ないわけじゃないかもしれないけど、いやちょっと 俺の目には同じように見えますけどね。まあまあとにかくまあそうですね、経済の話しても仕方ない、うん、だから僕はその経済に関係なく、あの無関係ではないけれど、うん、まあカルチャーを生み出すことはできるし、まあその特にこの21世紀っていうこの時代、うん、まあ令和でもいいですけど、まあこの時代にまあ僕らがこうやってバーストを俯瞰した意味っていうのは、改めてこのやっぱり日本からあの僕はですよ、あのカルチャーをまあ世界に発信したいし、まあ日本の中でそのカルチャーが育つまあ土壌や現場、例えば今日のこういうトークもある種僕からすればカルチャーの現場の一つだと思うので、ここから何か新しく始まるものを生み出すことができれば、それがバーストの役割なんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、うん、辻崎さんどうですか？まさしく同意しますけれどもね、うん、3問目も出るんですよね。もちろんですよ、その話を、うん、いやもうこんだけね、あの支援者がいればあのもう3問目もまあでもさっきちょっと話したんですけど、まあ今のところちょっと年一ペースな感じなんで、うん、まあ来年になってしまうかなと思いますが、であとまあ例えばね、今回やっぱりあの90年代さっき話してきたみたいにね、90年代サブカルで、まあ、あの鬼畜悪趣味あるいはまあグロテスク表現って言ってもいいんですけど、まああと、辻さんの好きな話で言う言い方で、ゴアカルチャー、うん、あの好きな言葉で言うとほらゴアカルチャー、グロテスクアートみたいな、だからそれってほらあの今のところ結構日本の中だけの話、ね、90年代サブカルだと日本の中だけの話だけど、あのさっきもちょっと話してたショックメンタリーとか、あの世界的な動きってあるじゃないですか。でやっぱあとインターネット登場以降のグロテスク表現っていうのは、あのその後に出てきたそういうほらあのメキシコの麻薬戦争におけるまあこう首切るやつね、斬首映像とか、あとイスラム国が一時期ねすごい残酷映像をネットでどんどん流して、ある時期までそういうのはほら世界のニュースで報道されたのが、あまりにもそれがあのなんていうかね、人々の心を操作してしまう部分があるから、逆にメディアが報道しなくなったりとか、そういう動きもあったじゃないですか。でやっぱりもうちょっと、3号目はもっとあの世界のカルチャーの動きと今の日本をあのより強く接続していけるようなあの紙面に、さらに進化を遂げていきたいなと思ってますけどね。新しい作家さんとかもねガンガン入れていきたいですよね。まあそうですね、まあ、そこら辺はあの記事にも書いてありますけど、はい、あの公開編集会議を、まあ、毎回やってまして、3号目に向けてもやりたいと思っているので、まあ、あの今ここにいる方の中でも俺のこういう作品を載せろとか俺自身を載せろっていう人も含めて、公開編集会議の方でプレゼンしていただければね。まあほら前は以前のバーストの時って月刊でやってたし、うん、編集部があって、当時のバーストってもう編集部はもうそういう持ち込みの人だとか全然知らない人がなんでここいるんだみたいな、もういろんな人がね出入りしてたあの世界で、やっぱり編集部っていうのがあると、そこがまあある種まあ、今話しているような、まあ、一つのやっぱカルチャーが生まれる現場の一つになっていて、まあ
なってるわけですよね。ただ今は僕らが編集部を持っていないので、まあ、なのでまあ1日というか一夜限りとかになっちゃいますけど、公開編集会議っていう形で、まあ、いろんな人たちに、自由に参加してもらう場を作っているので、まあ、そこで出していきたい、まあ、あとちょっともう一つはさっき言ってたみたいに、まだ皆さんが知らないそのアーティストとか作家の人をもうちょっとインターナショナルな部分でも紙面に、連れていきたいなっていうふうにも思ってますけどね。